や、インターナショナルや。てか、勇士、三白眼ってなんやねん。三白眼、三白眼や。だから、なんやねん。もしもし。いえ、もしもーし、聞こえてる。もしもーし。なんやねん。いや、テンポ悪いんだよ。悪いわよ。もしもーし。三白眼ってなんやねん、言うとる。え、だから三白眼ってなんやねん。もしもし。もしもーし。何ごまかしとんねん、聞こえてるわ。あ、もうええわ、もう。ええ。さっきの一年坊の名前は。そいつの名前は遠山金太郎や。遠山金太郎聞こえてるやんけ。こっちはアメリカ帰りだ。インターナショナルや。何がインターナショナルや。そんな横文字なんか使ってお前東京にかぶれとるんちゃうんか。かぶれてへんわ。かぶれてるわ。かぶれてへんわ。かぶれてるわ。かぶれてへんわ。かぶれてるわ。だからかぶれてないって言ってんじゃん。かぶれすぎや。こっちはアメリカ帰りや。インターナショナルや。何がインターナショナルや。じゃあそいつ英語でも喋れんのか。ありる。いや、お前ちゃうわ。あなた、あお前じゃなくて、スピードシスターオブ何は。だから、お前じゃない。もうちょっと。My name is 懸案をしたり。I am number one スピードスター。まあ、でも。やめとこか。せやな。で、そいつの名前は。そいつの名前は遠山金太郎や。はぁ、遠山金太郎。おい、エヴァ。何がインターナショナルや。てか、ユウシ、今年お年玉もらったんかい。もろたね。お前まだそんなんもらってんのか。だってまだ中学生やもん。いや、でもお前見た目26歳って6ヶ月やんけ。ほら何やねん、こらって。お前は、で、何がインターナショナルや。そんな仲間の自慢ばっかして俺らもちゃんとテニス対決した方がいいんちゃうか。せやな。ほな、行くね。白石さんか。ちょい割りですね。ちょい
い悪に憧れとるか。いや、全然憧れてない。いいか、ちょい悪はな、片手ポケットインスタイル。いや、全然憧れてないですって。それより、イブ君が棄権したらしいですよ。なんや、ごっついことになってそうや。不動峰対四天王寺戦なあ、トレ。また面白そうなチビが出てきたじゃねえか。ああ部長、ちょい悪。しかし、荒れるかもしれへんな、この準々決勝。行くぞ。本当に美味しいですよ。聞いてない。何が
から下克上に目覚めた。3歳早っ。そろそろ第3試合始まるぜ。ヒロシ、お前キノコみたいな。いけません。そろそろ第3試合始まるぜ。おむすびありがとう。のり後巻きにしてくれたんだね。パリパリだったよ。そんな気遣いが嬉しかったよ。何言ってやんだ。おむすびありがとう。美味しかったよ。ドーン。何言ってやんだ。おむすびありがとう。美味しかったよ。何言ってやんだ。おむすびありがとう。ダコパイにしてくれたんで体に良さそうだよ。あダーン。何言ってやんだ。おむすびありがとう。自分不器用っすからこんなことしか言ってやれねえけど、アイラブ。何言ってやんだ。おむすびありがとう。テニスボール型にしてくれたんだね。時間かかったでしょ。じゃあこれからは時間をかけて一緒に作っていこう。俺たちのラブストーリー。でっかいのだ。全然面白くなかったじゃん。うるさいわ。なんや、契約もなんかサービスやったらしいよ。何が。電話でテニスしてたらしいよ。やったら行くで。ポンポンパンシポンパサネットにかかったの。やかましわ。やらせんの。やらせんの。寒いな。おい大変、お前泣くな、むっちゃ寒いわ。しゃあないっすか。うそ。まあ落ち着いて。おい、うるさいわ。ほんならお前なんかやってみや。おい、やったろ銀。え？美容室。いらっしゃいませ。今日はどうなされますか。ちょっと前髪が伸びて。前髪がどのように果てとるやん。面白くなかったで。うるさいわ。じゃあお前なんかやってみや。やったろ。よう見とけよ。5678ズンズンチャンズ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 ンチャンズ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 ンチャンズンズンズン。聞いたり押したり剣やです。いや何持ってんねん。ゆうくんおもろかった。おもろかった。全然おもろないで。おもろかった。どうしたのよ。でもなんか乗ってもどっちっすわ。どっちっすわ。全然おもろかった。